日本のカ気ケでは、カ気の流行が国家的問題となった明治時代からカ気死亡者数が1000人を下回った1950年代後半までの日本におけるカ気の歴史について記述する。日本でカ気がいつから発生していたのかは定かではないが、日本初期に同じ症状の病の記述があり、元禄年間には米を生成する習慣が広まり、特に江戸で多く、 江戸アズライと呼ばれ、経験的に他の制白されていない穀物を食べた。明治時代には、1870年には、翌年にかけて活気が流行。明治末までに、毎年6500人から15085人、死亡したとみられる。大日本帝国海軍軍医の高木金弘は、イギリスの根拠に基づく医療に依拠して、タンパク質摂取量不足が原因だと仮定して、養殖。 無義職を試み、1884年の導入により1883年の23.1%の発症率を2年で1%未満に激減させた。理論は誤っていたものの疫学の科学的根拠は得られていたということである。だが、当時医学の主流派は理論を優先するドイツ医学を模範としていたため、高木は批判された。 また、予防成績も次第に落ちて様々な原因が言われたため、肺まえが導入された。大日本帝国陸軍は、科学的根拠なしで謎の対抗をして、白米を規則とする日本食を採用し続け、明治278年薬陸軍衛生辞席によれば、死者総計の約2割、約4000人が滑気が原因であった。陸軍はその後も、滑気の惨害に見舞われた。 農学者の鈴木梅太郎は、1910年に、動物を白米で飼育すると、滑けのような症状が出るが、米ぬか、麦、玄米を与えると回復することを報告。翌年、ぬか中の有効成分を濃縮し、オリザニンとして販売されたが、医学界は受け入れなかった。伝染病説と中毒説が、科学的根拠なく、学説の意見を出られないまま支配的で、 栄養欠乏説は受け入れられなかった。1912年にポーランドのカズミシェフンクがビタミンという概念を提唱。国産の栄養説を俗説と下げずんだが外来の栄養説を後追いし、陸軍主導の調査会には新因を追求する能力はなかったとも指摘される。陸軍が白米を止め、麦3割の麦飯を採用したのは 海軍から遅れること30年後の1913年だった。対象以降、ビタミン B1 を含まない精米された白米が、普及するとともに、安価な輸入米が増加し、腹食を十分に取らなかったため、かっけの原因が解明された後も、ビタミン B1 の純粋管理に成功した後も、多くの患者と死亡者を出し、結核と並びかっけは二大国民病と言われた。 ちなみに統計上の核家死亡者数は1923年の2万6796人がピークであり、1915年から日中戦争の拡大と移入米の減少によって食料事情が悪化する1938年まで年間1万人から2万人で推移した。ようやく1000人を下回ったのはアリナミンとその類似品が社会に浸透する。 1950年代後半のことであった。1975年頃からジャンクフードの普及により、カっが再発してきた。1997年には死亡を含む重症例が相次ぎ、厚生省は高カロリー有液の点滴の際にビタミン B1 を投与するという通達を出した。アルコール依存症患者にもカっは多い。 いつから日本で滑稽が発生していたのか、はっきりしていない。しかし、日本初期と俗日本期に滑稽と同じ症状の足の病が記載されている。日本では平安時代以降、京都の皇族や貴族など上層階級を中心に滑稽が発生している。江戸時代に入ると玄米に代わって白米を食べる習慣が広まり、上層階級のほか 武士と町人にも活気が流行した。将軍をはじめとした上層武士に活気患者が多かった。十三代将軍、徳川家貞は活気が原因で死亡したとも言われている。特に江戸では、元禄年間に一般の武士にも活気が発生し、やがて地方に広がり、また文化、文政に町人にも活気が流行した。江戸を離れると回復に向かうこともあり。 江戸わずらいと呼ばれた。領地では貧しく、白米を食することのできなかった地方武士も江戸近盤では対面上白米を主食としたため、江戸在住期間が長引くとこの病にかかる例が多かった。江戸時代中期以降、江戸で蕎麦が流行した。江戸でうどんよりも蕎麦が主流となった背景には、江戸わずらいと呼ばれた格景を、 ビタミン B1 を多く含むそばを食べることで防止できたことにもよる。漢方医学では両方として用いられていた。経験的に蕎麦や麦飯や小豆を食べると良いとされ、江戸の武家などでは、滑気が発生しやすい夏に麦飯を振る舞うこともあった。明治時代には1870年とその翌年から滑気が流行った。東京など都市部。 陸軍の賃貸所在地の港町で流行し、上層階級よりも中、下層階級に多発し、死亡率が高かった。人口動態統計と死因統計によれば、明治末までの国民の格下死亡者数は最小6,500人、最大15,085人であった。ただし当時は乳児学家の知識があまりなかったため、乳児の格下死亡が大幅に見落とされており、 毎年1万人から3万人が死亡していたと推測されている。明治になると陸軍軍人の職業病として国家的問題になった。明治6年に交付された長兵令の目玉は1日6号の白米を食べさせるという特典であったため軍人に利患者が多くなった。県軍機には海軍がイギリス、陸軍はフランス、後にドイツを反年したため海軍は 栄養由来説、陸軍はドイツの最近説を取っていた。後に、陸軍軍医総監、石黒忠則と次の森大外が、海軍の米食由来説を批判したため、陸軍は、格気の被害を多く受けたと言われ、鈴木梅太郎のオリザニン発見、さらにビタミンの発見までこの状況が続いた。陸軍が白米六号を止め、麦三割の爆反兵食を採用したのは、 海軍から遅れること30年の対象2年だった。か気の原因がわからなかった、明治期、か気の流行に拍車がかかり、その原因解明と対策が急がれていた。か気の原因がわからなかった理由として、いろいろな症状がある上に、病気の形が変わりやすいこと、子供や高齢者など、体力の弱いものが犯されずに、元気そうな若者が犯されること、 一見良い食物を摂っているものが侵されて、一見素食を摂っているものが侵されないこと、西洋医学に、活形医学がなかったこと、当時の医学に、人の形成に、不可欠な、微量栄養素があるという知識がなかったことが挙げられる。明治期の主な活形原因説としては、米食原因説、伝染病説、中毒説、栄養障害説が挙げられる。とりわけ、 ベリッツなど西洋医学を教える外国人教官が主張した伝染病説はたちまち医界で受け入れられ、その後も内科学者によって強く支持され続けた。海軍最初の医学教師として招かれ、海軍軍医の育成に当たったイギリス人医師のウィリアム・アンダーソン10月から1880年1月に在日も伝染病説を信じていた。しかし、 当時主張されたいずれのカッケ原因説も誤りであり、未知の微量栄養素ビタミン B1 の欠乏こそ、カッケの原因である。海軍の兵食改革、高木金広ビタミンの尖閣的な業績を挙げたのが、大日本帝国海軍軍医の高木金広であった。臨床主体のイギリス医学に学んだ高木は、軍艦によって、カッケの発生に差があること、 また患者が可視感以下の兵員や囚人に多く、主管に少ないことに気づいた。さらに調べた結果、患者数の高は食物の違いによること、具体的にはタンパク質と炭水化物の割合の違いによることを発見した。その時点で、活気の原因はタンパク質の不足にあり、養殖によってタンパク質を多くすれば活気を予防できると判断したという。その後、 右与曲折を経て1884年1月15日、海軍共鳴で緊急制度が一部見直され、養殖への切り替えが図られた。同年2月3日、大日本帝国海軍の練習艦、つくばは、その新兵職で、活気予防試験を兼ねて、品川沖から出港し、287日間の遠洋航海を終えて、無事帰港した。乗組員三十三名のうち、 16名が、活気になっただけであり、活気による死亡者もなく、高木の主張が実証される結果を得た。海軍省では、根拠に基づく医療を特性とするイギリス医学に、依拠して、閉職改革を進めた結果、海軍の活気新患者数、発生率、及び、死亡数が1883年1236人、23.1%、49人。 1884年、718人、12.7%、8人、1885年、41人、0.6%、0人、以降1%未満と激減した。この公開実験は、日本の疫学研究の走りであり、それゆえ高木は、日本の疫学の父とも呼ばれる。ただし、可視感以下に、パンが極めて不評であったため、 翌1885年3月1日から、パン職がなくなり、爆犯が給与されることになった。高木説への批判1885年3月28日、高木は、大日本私立衛生会雑誌に辞説を発表した。しかし、日本医学界の主流は、理論法則の構築を優先するドイツ医学を、反としていたため、高木の格原因説と、麦飯優秀説は、 原因不明の死病の原因を確定するには根拠が少なく医学論理も粗雑との印象を与えた。そのため東京帝国大学医学部を筆頭に次々に批判された。1ヶ月後の4月25日には同市に村田と作の反論が掲載され、特に同年7月の大沢賢治による反論の一部消化吸収試験の結果により食品分析表に依拠した。 高木の活気原因説と麦飯優秀の理論は、地上の空論であることが実証された。また当時の医学水準では、食物が不良なら体が弱くなって万病にかかりやすいのになぜ食物の不良が活気だけの原因になるのか、との疑問を持たれ、高木が優秀とした麦飯の不祥化性も、その疑問を強めさせた。そうした反論に対し、高木は、 海軍での兵職改革の結果を6回にわたって公表したものの、翌1886年2月の公表を最後に、学理的に反証しないまま沈黙した。後に、高木は、当時私学会に一人としてこの自説に賛する人は、なかった、たまたま批評を加える人があればそれはことごとく、反爆の声であったと実会したように、高木の説は、海軍軍イ部を除き、 国内で賛同を得られなかった。高木の滑形原因説と麦飯優秀の理論は間違っていたものの、爆飯を食べると滑形が減少するという疫学上のエビデンスは得られていた。その後も海軍軍医部は、口日の通り日清戦争と台湾平定戦で陸軍の滑形患者が急増した時、石上徹と斉藤祐樹の両海軍組が、 陸軍衛生当局を批判したものの、麦飯優秀説について学問上の疑問点を挙げて、反論されると両軍医とも沈黙したなど、ドイツ国保研究所帰りの森林太郎など、病原近説を唱える陸軍医たちの疑問を払拭するに至らなかった。麦職縮小以降、格気が増加する海軍公僕の思いに反して兵員には、銀、シャリという俗語のある白米違反に比べて、 爆藩も不評であり、1890年2月12日、海軍糧食条例の交付によって、糧食品給制度が確立されまで継続、以後、主食は、藩と米飯の混用となった。1917年以降、海軍では、麦の割合が2割5分まで低下した。学問上の疑問点は解消できなかったものの、日露戦争時の海軍は、87名の活気患者が、 発生しただけであり、口述する陸軍の活気3外と対照的であった。当時、活気問題に関して、常に引き合いに出されるのは、陸軍は活気患者が多数なのに反して、海軍は甚ははだ少数なことである。したがって海軍は常に賞賛誕備され、陸軍は常に攻撃避難の焦点になっていると、されるような状況であった。ただし日露戦争の頃から、海軍は、 活っを他の病名に変えて活っ患者数を減らしているという風評があった。実際に海軍の統計を見ると活っの入院率が50%から70%と異常に高いことが指摘されている。その後、高木とその公認者たちのような薩摩閥のイギリス医学家軍医ではなく栃木県出身で東京帝国大学医学部卒の医学博士、 ホンダ・タダオが海軍省医務局長になった1915年12月以後、海軍の活気発生率が急に上昇した。活気患者の増加を受けて、海軍省では1921年に兵食研究調査委員会を設置し、1930年まで海軍兵食の根本的な調査を行った。兵員に人気のない麦飯で、 麦の比率を上げることも、生鮮食品の長期鮮度保持も難しい中、苦心の結果、島、その順次郎が奨励していた、肺が前に着目した。1927年から試験研究をして、良好な成績を得ることができたため、海軍省は1933年9月に、給与令最速で、肺が米食を指令した。島、そのの肺が舞の提唱には、 か気に対する肺が舞いの研究を行っていた香川正蔵と香川彩らの研究が役に立っていた。しかし、肺が舞いを作る機械を十分に設置できなかったことと腐敗しやすい肺が舞いは、か気が多発する夏に供給するのが困難であったことから現場で研究の成果が十分に現れず、か気患者数は1928年1153人。 日中戦争が勃発した1937年から1941年まで1000人を下回ることがなく、12月に太平洋戦争が勃発した1941年は3079人であった。また、現場で水事を行う主計家では、兵員に不人気な麦の比率を意図的に下げ、余った長母外の麦を秘密裏に海へ投棄することも、 戦前戦中を通して日常的に行われ、格気の増加に拍車をかけた。戦前、海軍の格気が増加した原因の一つは、格気の診断が進歩して、不全型まで統計に上るようになったことと指摘されていた。また、その他の原因として、閉食そのものの問題、感染の行動範囲拡大、高木の格気原因説が医学界で否定されていたにも、かかわらず、 高技術の影響が残り、タンパク質を考慮した公開食になっていたこと、海軍の格下は根絶したという信仰が崩れたこととの指摘もある。日清戦争での陸軍格下流行、直令による戦時兵食の支持海軍の兵食改革に否定的な陸軍は日清戦争時に直令で戦時陸軍給与規則を交付し、戦時兵食として1日に生米6号。 肉、魚1 5 0ム、野菜類1 5 0ム、漬物類5 6ムを基準とする日本食を採用した7月31日。ただし、大本営陸軍部で野戦衛生長官を務める石黒忠則の米飯家臣、副職警視が災いの大元であった。戦時兵食の内容が決められたものの、軍の輸送能力が低いこともあり、しばしば平坦が滞った。 特に初戦の朝鮮半島では、食料の現地調達と補給に苦しみ、平壌攻略戦では、のつみちつら第五師団長以下が黒泡などを口にする状況であった。公開開戦後、1894年10月下旬から、両党半島に上陸した第二軍の一部で、かっ患者が出ると、経験的に夏のかっ多発が知られている中、事態を有料した、時よりのり第二軍軍委部長が、 爆破給与の品儀を提出した2月15日。しかし、その品儀は施行せられるはずなりしも、新作編上海運すこぶる頻繁なると、主事の困難陸続発起し、ついに実行の運に至らさりしは、最も遺憾とするところなりと、結局のところ麦飯は給与されなかった。その困難の一つは、森林太郎第二軍兵站部軍医部長が反対したとされる。 下関条約調印後の台湾平定では、高温という滑気が発生しやすい条件のもと、内地から白米が十分に送られても復職が貧弱であったため、滑気が流行した。しかも、1895年9月18日付の時事新報で、石上徹る海軍軍委員が同紙に掲載されていた石黒の談話文、滑気を殲滅するのは、花だ困難であるを批判し、 さらに11月3日と五日付の同志には、斎藤祐樹海軍軍医による陸軍衛生当局を批判する文が掲載された。両名とも爆破を給与しない陸軍衛生当局を厳しく批判していた。しかし、11月に台湾犬兵の衛星について意見という石黒の意見書が陸軍中枢に提出されており、同書で石黒は 閉職の基本を変えてはならないとした。そうした結果、かつて、両党半島で爆藩給与に動いた時が台湾に着任し1月16日、独断で爆藩給与に踏み切るまで、格下の流行が静まる兆候がなかった。ただし、その越権行為は明白な軍機犯であり、時は、卑怯を命じられ、5年後そのまま、予備役に編入されたの統率責任と、 軍機班の経緯などが問われかねなかった。各計産外陸軍は24万616人を動員し、そのうち17万4017人が国外動員であった。また、軍艦など6495人、物資の運搬に従事する軍部10万人以上の非戦闘員も動員した。ちなみに、総病死者2万159人で、 内閣家以外の病死者が16,095人であった。その他の戦死者数には、戦死戦132人、戦勝死285人、変死177人など、様々な数字がある。多数の病死者が出たように、衛生状態が悪いこともあって、戦地で伝染病が流行り、また、広島大本営で、参謀総長の有栖川の宮たる人新郎が、 チ地スを発症したり、出生部隊の外戦によって、これらが大流行したりするなど、国内も安全とは言えなかった。特に台湾では、暑い季節にゲリラ戦に巻き込まれたため、伝染病が蔓延し、1895年10月28日、この石団長の北白川宮義久新郎が、マラリアで沈没し、山根信成この江第二次を団長も占領死したほどで、あった。 なお、台湾での惨状を伝える報道等は途中からなくなっており、石黒にとっても陸軍中枢にとっても国内が戦勝気分に浸っている中隠蔽したい出来事であった。上記の明治278年薬陸軍運営政治席によれば、陸軍の活気患者は日清戦争とその後の台湾平定を合わせて4万1431人。 か気け死亡者4064人であった。このように陸軍でか気が流行したにもかかわらず、衛星の総責任者である石黒は、長州閥のトップ山形有友や薩摩閥のトップ、大山岩を、また小玉玄太郎などとこに入れ、明確な形で責任を取ることがなく、陸軍軍医の人事権を持つトップの医務局長を辞任した後も、予備役に編入されても、陸軍軍医部に陰然たる。 影響力を持った。義和団の乱での派遣部隊各気流行トップの陸軍省医務局長が小池正直に代わっていた1900年、義和団の乱が勃発し、第五師団が派遣された。その時も首都北京をめぐる局地戦がある時で輸送に支障が少なかったにも、かかわらず、前田清志郎が麦飯の給与を希望しながら、麦が追送されなかったこともあり。 一年ほどで2351人の活気患者が出た。ちなみに戦死者349名、負傷者933名。1901年5月31日、外戦した第五師団に代わって、申告中東軍が置かれた時、小池が同軍病院長に与えた訓示は、上記の台湾平定戦時に、時が独断で麦飯を給与したことに対し、石黒が発した。 爆犯給与禁止の訓示とほぼ同じ内容であった。なお、上記の前田は、軍医学会雑誌に続けて、投稿5月と7月に掲載し、とりわけ7月の投稿では、遠回しの表現で米藩が、格けの原因という認識を示した。しかし、翌1902年4月の、明治33年北進事変の衛生事項に、関する所見には、なぜか格けのことを、 全く記述していない。そして、日清戦争で先陣を務め、義和団の乱でも唯一派遣された第五師団から、やや格下の第十一師団に移動した。日露戦争での陸軍格下三階日露戦争の時も、陸軍大臣が爆破推進派の寺内正武であり、爆破給与を主張する軍医部長がいたにもかかわらず、大本営陸軍部が直令として指示した。 戦時兵食は日清戦争と同じ白米藩であった。その理由として輸送の制約が挙げられ、陸軍は兵員と兵器と弾薬などを送るのが精一杯で、食料について必要限度の白米を送るのがやっとであった。さらに、麦は虫がつきやすい、返拝しやすい、味が悪い、輸送が困難などの反対論が強く、その上、核系予防とは別のものもあったとされる。 白米藩は庶民憧れのご馳走であり、幕藩は貧民の食事として下げ済まれていた世情を無視できず、部隊長の多くも市地に行かせる兵士に白米を食べさせたいという心情があった。しかし戦地では1904年5月頃から活気が増え始め、気温の上昇とともに猛烈な勢いで増加した。このため、8月から軍の一部で麦飯が給与され、 翌年3月10日に、寺内陸軍大臣の出生部隊爆犯機試職の訓令が発せられ、聖米4号と引き割り麦2号が給与されることとなった。また国内で、活気患者の大量発生と、軍医不足という悲惨な状況が知られ始めると、陸軍衛生部さらに大本営の野戦衛生長官で、満州軍総兵団幹部の総軍医部長、 小池正直に対する批判が高まった。戦後も小池が陸軍軍医トップの医務局長を辞任するまで、異界時報に陸軍批判の投稿が続いた。陸軍昌編、明治378年戦役陸軍衛生士、第二関東計、陸軍一等軍医生、西村文雄編長、軍医の見たる、日露戦争によれば、 国外での動員兵数99万9868人のうち、戦十46.423人、戦勝15万3623人、戦地入院25万1185人。戦地入院のうち、活っが11万751人を占めており、在体の活っ患者14万931人を、 合わせると、戦地で25万人強の活気患者が発生した2月、翌年4月。患者数も、補助輸送は、不評の41.013人に次いで3万559人と、多く、過酷な条件の過任務についていた。入院核刑患者のうち、2万7468人が死亡したとみられる。森林太郎小説家としての森王で、著名陸軍から、 多数の犠牲者が出たものの、日露戦争が終わると、世論も医学界も、カ気問題への関心が急速に薄れてしまう。世の関心は、外戦商兵の歓迎行事に、医学界の関心は、医師法改正法案問題に移っていた。医界辞表が、カ気問題を取り上げ続けて、古軍奮闘する中、1908年、カ気の原因解明を目的とした。 調査会が陸軍省に設置された。当時、陸軍大臣であった寺内正毅の伝記によると、発案者は陸軍省医務局長に就任して間もない森、林太郎で寺内自身も熱心に活動したという。その臨時格下病調査会は、文部省と内務省から横槍が入ったものの、陸軍大臣の監督する国家機関として多額の陸軍費がつぎ込まれた。 北里柴三郎発足当初の調査会は、会長と、幹事、委員17名、臨時委員2名の計21名で構成された。委員17名の所属を見ると、いち早く麦飯を採用していた海軍から2名の、軍医が参加したほか、伝染病研究所3名、陸軍軍医6名、京都帝大1名、東京帝大3名、医師2名であった。研究の成果は、陸軍省、 1> 第1会議室などで開かれる総会で定期的に発表された。臨時核手病調査会の構成、ロベルト・コッホ調査会の発足式が開かれる直前の1908年6月22日、森と青山、北里の3人は来日中の世界的な細菌学者、ロベルト・コッホと帝国ホテルで会っていた。核気に詳しくないと前置きをしたコッホから東南アジアで流行する。 ベリベリを研究せよ等の研究法を助言された。調査会の発足後、早速、バタビア付近の現地調査が行われ、動物実験と人の食事試験という新手法が日本に導入されるきっかけになった。1908年、鈴木仁之助、宮本宿、柴山五郎作の3委員が派遣されたものの、現地では白米を止めて、熟米と緑糖などを食べるようになっており、 また1903年のアチェ戦争終結もあって、ベリベリの入院患者がほとんどいなかった。それでも、現地調査の結果、ベリベリと日本の格下が同じものであることが明らかにされた。しかし、伝染病説の証拠が見つからず、食物原因説に傾くこともなく、歯切れの悪い曖昧な原因論を報告した。ちなみに帰国後の参議院は、宮本と柴山が、 上司の青山、北里と共に伝染病説を支持し続け、都築が栄養欠乏説に転換した。都築仁之助の動物学家実験と、性抜火剤、アンチベリベリン開発クリスティアーン、エークマン、動物実験と人の食事試験という新手法の国内導入で先頭に立ったのは、帰国した都築であった。都築は動物学家の発生実験を行い、 1910年3月の調査会と4月の日本医学会で発表した。動物実験が終了し、ぬかの有効成分の研究に進んでいることを公表したのである。また1911年、続きとしがきよし8月委員となるは、臨時活気病調査会の付属研究室で、活気患者を対象に米ぬかの会員な試験を行った。その結果、 服用者の58.6%が治癒内し、警戒した。会員なを判定できる数値ではなかったものの、試験を重ねる価値は十分あった。しかし、続きが12月9日に委員を辞任し、またぬかの有効性を信じる委員がいなかったため、米ぬかの会員の試験は1年で終わった。続きは、翌1911年4月、東京医学会総会で、 かっけの動物試験第2回報告を発表し、また辞任していたものの、森委員長の配慮によって、調査会でも発表した。その内容は、ぬかの有効成分を抽出するとともに、それで人のかっけ治療試験をしたというものであり、世界に先行した卓越した業績であった。さらに、かっけの原因は、未知の不可欠栄養素の欠乏によるものであると認定し、そのために、 主食だけが問題ではなく、副食の質と量が、活気の発生に大きく関係すると指摘した。これは、今日の医学にも、そのまま通用する内容であり、特に副食への着眼は、先人の誰も気づいていないものだった。第2回報告以後も、続きは、アンチベリベリンの研究に励み、ついにその製剤を治療薬として販売した4月、アンチベリベリン粉末、丸などを販売。 同年9月、注射液を販売。有効な核契約がなかった当時、ビタミン B1 抽出剤のアンチベリベリンの評判は、高く、純粋、ビタミン B1 剤が登場する、昭和期の初めまでよく売れ、広く愛用されることになる。鈴木梅太郎のオリザニン発見農学者の鈴木梅太郎は、1910年6月14日の東京科学会で、 白米の食品としての価値並みに動物のカッケ様疾病に関する研究を報告した。鶏と鳩を白米で飼育するとカッケ様の症状が出て死ぬこと、ぬかと麦と玄米にはカッケを予防して回復させる成分があること、白米はいろいろな成分が欠乏していることを認めた。ぬかの有効成分に強い興味を持った鈴木は以後その成分の化学抽出を目指して努力した。 同年12月13日の東京科学会で第一報を報告し、翌1911年1月の東京科学会誌に論文、ぬか中の一有効成分についてが掲載された。特にぬかの有効成分は、広角経遠誌にとどまらず、人と動物の生存に不可欠な未知の栄養素であることを強調し、ビタミンの概念をはっきり提示していた。ただし、 ぬかの有効成分を濃縮して樹脂状の塊を得たものの結晶には至らなかった。1912年、ドイツの生物科学雑誌に掲載された論文でピクリン酸を使用して蘇生オリザニンから有効成分を分離性質、つまりオリザニンを結晶として抽出したこと、その方法などを発表した。しかし、1911年10月1日、 オリザニンが販売されたものの、続きのアンチベリベリンがよく売れたのに対し、異界に受け入れられなかった。なお、蒸気のオリザニン結晶もニコチン酸を含む不純、化合物で純水管理に成功するのが1931年であった。その純水管理の成功はオリザニンが販売されて20年後のことであり、翌1932年、カッ病研究会で、香川昭蔵が、 オリザニンの純粋結晶は、活気に特効のあることを報告した。臨時活気病調査会による食事試験と食物調査とチックに刺激されて、調査会でも1910年3月から10月と1911年6月、翌年10月の2回にわたり、実地に食事試験が行われた。しかし、試験方法に欠陥がありされていなかった。 食米とカッケ発生の関係について明確な結論を得られなかった。他方、世界のカッケ流行について現地調査をし、食物との関係も調査していた。特に東南アジアでのカッケ研究は、カッケは未知栄養物質の欠乏による欠乏性疾患と結論される段階にまで進んでいた。しかし、日本では、 依然として伝染病説と中毒説の勢いが強く、未知栄養欠乏説はなかなか受け入れられず、カ気の原因説をめぐる混乱と葛藤が続いた。混乱した要因国内のカ気医学が混乱していた要因として3つのことが挙げられる。第一の混乱要因は、続きによるエークマン追試により、カ気の原因研究は次の段階に進むものの、同時に、 新たな論争をもたらしたことである。端的に言えば、鶏の白米病と人の角気が同じなのか違うのか、米ぬかは人の角気に効くのか効かないのかが争点になったのである。前者の動物白米病と人の角気とが同じか違うかの問題は、類似点と相違点のどちらを重要視するかのという選択の問題でもあった。その意味で、 そもそも活気患者を見たことがないヨーロッパの研究者と異なり、日本の中心的な基礎医学者が相違点を選択したのは必ずしも誤りと言えない。結果的にその選択はヨーロッパでの実験医学流行に便乗し、動物実験だけで安易に未知栄養欠乏説に移行しようとする研究グループを抑制した。活気の原因を解明するには、 動物白米病と角気のギャップを埋める研究が必要であった。校舎の米ぬかは人の角気に効くのか効かないのかについて意見が分かれた。最大の要因はぬかの有効成分の溶解性にあった。当時はぬかの不純物を取り除いて有効成分を純化するためアルコールが使われていた。しかしアルコール抽出法ではぬか液素材のビタミン B1 が 微量しか抽出されなかった。そのため、活気患者特に重症患者に対し、顕著な効果を上げることができなかったのである。したがって、ぬか製剤の会員を明確に判定することが難しく、様々な試験成績は、当事者の主観で、有効とも無効とも解釈できるような状態であった。第二の混乱要因は、活気伝染病説が根強く信じられていたにも、 かかわらず、肝心の原因菌が発見されなかったことである。それでも伝染病説は否定されることなく、1914年に内科学の権威である、青山た根みが、滑稽病論を表し、三浦金之助のドイツ語論文、滑稽が掲載され、林春男が日本医学学会総会で特別講演を行い、いずれも伝染病説を主張した。もともと西洋医学を教える。 外国人教官が主張した伝染病説はたちまち異界で受け入れられ、その後も根強い支持があった。当時の東京帝大では、内科学、薬物学、病理学など臨床医学と基礎医学の双方が未知栄養欠乏説に反対していた。第三の混乱要因は、ぬかの有効成分の化学実態が不明であったことで、ある。アンチベリベリン、ウリヒン、リンピエキス、オリザニン、 ビタミンのすべてが不純化合物であった。例えば、オリザニンの純水単理に成功するのが上記の通り1931年であり、翌1932年の活気病研究会で、オリザニン、純水結晶は、活気に特効のあることが報告された。欧米のビタミン学の影響を受か準みして噴く日本の活気医学が混乱している中、欧米ではビタミン学が交流しつつあった。 カジュミシ・フンクは1912年2月にビタミン、ビタミン欠乏症という新しい概念を提唱し、1914年に単行本、ビタミンを出版した。同書はイギリス医学雑誌で紹介され、世界に知られることになった。結果的に学術論文よりも単行本でフンクの新概念が世界の異界で定着した。結局のところ、 欧米での研究動向が日本に決定的な影響を与えた。1917年、田沢良治、入沢達吉に委員となるらが、ぬかエキス有効説に変説。1918年、熊川宗男がビタミン欠乏説を主張。1919年、島、その順次郎が日本料理に、かっけビタミンの欠乏があり得ることを証明し、 活気ビタミン欠乏説を衝動。1921年、大森健太と田口勝太が別々に人のビタミン B 欠乏食試験を行い、活気はビタミン欠乏症に間違いないと主張した。1921年で活気ビタミン欠乏説がほぼ確定した。臨時活気病調査会による確定1922年10月28日。 秋の調査会総会では23の研究発表があり、ほとんどがビタミンに関するものであった。翌1923年3月3日の第28回総会では、活気の原因がビタミン B 欠乏なのか、ビタミン B にある不随因子が加わったものなのかに絞られていた。そこで大規模な人のビタミン B 欠乏食試験を実施するため、 調査会の予算2万円のうち8000円が使われることになった。1924年4月8日の第29回総会では36の研究発表があり、活気の原因はビタミン B 欠乏であることが99%確定した。99%というのは実験手法の誤差の範囲について島そのが厳密すぎて研究を深めることを主張したためである。 翌1925年、島そのも同調し、か気ビタミン欠乏説が完全に確定した。1924年11月25日、直例第290号が交付されて、同日調査会が廃止された。か気の原因がほぼ解明されたことと、政府の財政禁縮が理由とされる。ただし、未発表の研究成果についても、 調査会の業績であることから、翌1925年6月3日、いつもの通り陸軍省第一会議室で報告会が開かれた。約20名の元委員が出席し、20ほどの研究発表があった。その席上、入沢と北島大地の提案により、後日、活気病研究会が発足することになる。なお、16年間に委員として39名。 臨時委員として13名が参加した調査会では、常実の通り、第27回総会で23、第29回総会で36、廃止翌年にも約20の研究発表がなされると、多くの研究が行われた。その中には、個人の業績として公表されたものも含まれる。また、活気ビタミン欠乏説を確定した調査会は、 その後の活気病研究会の母体となるなど、活気研究の土台を作り、ビタミン研究の基礎を築いたと位置づける見解がある。一方、調査会のために、ビタミン欠乏説の確定が遅れたとする見解もある。松田は、調査会のあり方を、国産の栄養説に対してあれほど、続論と下げすんだ彼らが、今度は、外来の栄養説に対してはこれを肯定し、 西欧のビタミン研究の後を追うことになったと指摘、この調査会には、はじめから、かっけの本当の病院を追求する意欲も能力も、なかったと総括している。かっけ病研究会の創設と、中絶1925年秋、かっけ病研究会は、臨時かっけ病調査会の廃止を受けて創設された。翌1926年4月6日の第一回総会以降、 毎年研究報告がなされた。特に東京帝大、島その内科の香川昭蔵は1932年に鈴木梅太郎のオリザニン純水結晶がカ気に特効があることを報告した。さらに翌年カ気の原因がビタミン B1 の欠乏にあることを報告したビタミン B は B1 と B2 の複合物であることがわかり、 どちらが、活気の原因であるのかが問われていた。また、肺が前の症例でも知られていた島、その順次郎は、活気発病前の予備状態者がいることを認め、1934年に潜在性ビタミン B 欠乏症と名付けて発表した。真に活気を撲滅するには、発病患者の治療だけでなく、潜在性活気を消滅させることが不可欠であることを明らかにし、 格計医学に新生命を開いた。そうした学術業績により、次の課題は、ビタミン B1 自体の研究、治療薬としての純粋、B1 材の生産、潜在性学計を消滅させる対策に絞られてきた。しかし、格計病研究会のキーパーソンである島そのが1937年4月に没した。また、同年7月に日中戦争が勃発したため、 医学者の関心は、地味な学術研究よりも、自流の戦時医学に向けられた。そして、カッケ病研究会は、以後、中絶された。なお、ビタミン B1 が発見された後も、一般人にとってカッケは難病であった。その理由として、ビタミン B1 製造を天然物質からの抽出に、頼っていたため、値段が高かったこと、もともと消化吸収率が良くない成分であるため、 発病後の当該栄養分の摂取が困難であったことが挙げられる。ビタミン B 研究委員会特効薬の開発太平洋戦争末期の1944年11月16日、ビタミン生産が思い通りにならない中、突然、ビタミン B1 連合研究会という国家、総動員的な組織が誕生した。会員の構成、発会の趣旨、研究の方針は、 かつての臨時活気病調査会、活気病研究会とよく似ていた。ビタミン B1 連合研究会は3回の開催で敗戦となったものの解散を命じられることなく解明しながらビタミン B 研究委員会として続く。1950年12月2日の研究会で京都大学衛生学の藤原原店はニンニクとビタミン B1 が反応すると ニンニク B1 という特殊な物質ができると報告した。さらに藤原は武田薬品工業研究部と提携して研究を進め、1952年3月8日にニンニク B1 はニンニクの成分アリシンが B1 に作用してできる新物質であること。またアリチアミンは体内で B1 に戻り、さらに長官からの吸収が極めてよく、 血中 B1 濃度の上昇が顕著で長時間続くという従来のビタミン B1 にはない特性があることを報告した。B1 誘導体、アリチアミンの特性には研究会の委員一同が驚き、以後、研究会ではその新物質の本体を解明するため、総力を挙げて研究が行われた。また、藤原と提携して研究を進める武田薬品工業は、 アリチアミンの製材化に力を入れた。多くのアリチアミン同族体を合成し、薬剤に適する製品開発に努めた結果、ついに成功したのである。1954年3月、アリチアミンの内服薬、アリナミン錠が、翌年3月には注射薬のアリナミン中が発売された。共に、従来のビタミン B1 剤に見られない、優れた効果を示した。 その効果によってアリナミンは治療薬、保健薬として医学界にも社会にも広く歓迎され、また同業他社を大いに刺激した。そして1968年までに11種類の b 一親誘導体が発売されたのである。アリナミンとその類似品の浸透により手の打ちどころがなかった潜在性学家が退治されることとなった。日本国民の活気死亡者は 1950年3968人、1955年1126人、1960年350人、1965年92人と減少したのである。1975年には、格下が再燃し、原因には、砂糖の多い飲食品や、服食の少ないインスタント食品といった、ビタミンの少ないジャンクフードがあることが分かった。 1975年には、高カロリー油液の点滴の際に、ビタミン B1 欠乏症が報告され、死亡を含む重症例が相次ぎ、1991年に、厚生省は、緊急安全性情報を出し調査を開始し、調査の結果、1997年には、厚生省は、高カロリー油液の点滴の際に、ビタミン B1 を投与するという通達を出した。 2014年にも、高齢者が食品購入の不自由さから、副食を食べず、白米のみを食,す食生活により、活気発症が報告されている。料理研究家の村井隆子は、既存の研究成果の調査と独自の研究を重ねて、玄米を食べることで活気を予防できることに気づき、玄米食を普及させるべく1912年に、玄災夫人の料理団第四ペン玄米を応用。 手軽心料理という著書を刊行している。江戸時代に存在した俗心で、小僧は、かっけの薬と若い男児と肛門成功をすると、かっけの治癒に効果があると言われていた。当然科学的な根拠はないが、お十字のかっけは治り小僧は、痔といった川柳も残されている。かっけに苦しんでいた明治天皇は、海軍や漢方医による食事療法を希望したとき、 ドイツ系学派の G 団から反対されて、西洋医学そのものへの不信を抱き、一時的に G の診断を拒否するなどしたため、G 団は天皇の糖尿病の悪化に対して有効な治療を取れなかったのではないか、とも言われている。明治期から昭和初期にかけて、迷信的と言われて、絶滅寸前だった新旧医等の官方医であったが、栄養起源説が定着する前に、 明治末期より西洋医学の栄養学の概念を取り入れ、爆藩の推奨や、活気治療に対して味噌汁にぬかを投入するぬか療法を提唱し、民間療法として取り入れ始めた。これが効果を示したことにより、漢方医の社会的地位の保持に貢献した側面がある。南極大陸に高木岬と命名された岬がある。これは、エークマン、フンクなどビタミン研究に、 多大な功績のあった人を記念して命名された地名の一つであり、高木金博の業績が世界で高い評価を受けていることを示すものである。ありがとうございます。